パーソナルカラー問わず血色感を高め、オレンジメイクをよりナチュラルになじませます。ビューティーコンサルタントのまいです。本日はブルーベースの私が今の時期から秋にかけて使えるオレンジメイクをご紹介いたします。その前に以前配信した動画にいただいたコメントにお答えいたします。年齢別ベストコスメの動画にいただきました。お手入れの効果を実感していただきとても嬉しいです。理想の肌を感じられるとお手入れ時間も楽しくなりますよね。これからも日々のお守り的なスキンケアとしてコスメデコルテをご愛用いただけましたら幸いです。それでは本編のスタートです。本日使うのはこちら、夏にぴったりのフレッシュなオレンジに秋らしいニュアンスを加えるベージュやブラウンを合わせ大人っぽく仕上げていきます。ブルーベースの方にも似合わせるためのポイントもたっぷりご紹介いたしますので、パーソナルカラー問わずぜひお試しください。まずは下地を顔の中心からのせます。今日はツヤのあるファンデーションを使うので、密着感の高いフローレススキングローライザーで上品なツヤを仕込みます。ファンデーションはゼンウェアグロー N31 を使用し、くすみのないツヤ肌に仕上げていきます。パーソナルカラー問わず似合うニュートラルなカラーなので、どんなメイクのベースにもぴったりです。ルースパウダー00をパフで肌になじませるように部分的にのせます。時間が経つとテカリが気になる部分のみ塗布することで、生き生きとしたツヤ感はそのままに、テカリによる老け見えも防ぎます。ペンシルアイブロウ BR302 で毛量が足りないところにのみ毛を描き足し、ナチュラルな眉毛に仕上げます。アイグロウジェムスキンシャドウ 13G をアイホールと涙袋にのせます。アイグロウジェムスキンシャドウ 23M を二重幅と涙袋に重ねます。締め色のアイグロウジェムスキンシャドウ 26M を下まぶたの目の際にのせます。最後にダズリングジェム02を下まぶたのぷっくりとしている部分にのみのせます。下まぶたにテクスチャーの違うアイカラーを重ねることで、顔のパーツが下重心に見え、抜け感はありつつも物足りなさのない引き締まった印象が叶います。オレンジのアイカラーだけでなく、ローズ感のあるオレンジブラウンを重ねることで、ブルーベースでもくすまず綺麗に発色します。ラスティングジェルアイライナー RD401 を目尻から少しだけはみ出すくらいに引き、インラインも引きます。緩いカーブでまつげを上げて、ロングラッシュマスカラ BR301 を塗布します。まつげの主張を抑えることで大人っぽい脱力感のある目元に仕上げます。ルージュデコルテ13を唇全体にのせ、ブラウン味のあるルージュデコルテ26をほんのり重ねます。ブルーベースの方には挑戦しづらいオレンジリップですが、2色をレイヤードすると馴染みが良くなります。パウダーブラッシュ301を頬骨からこめかみに向かって、やや広めになじませるようにのせます。程よいベージュカラーをシェーディングのように使うことで、大人っぽいシャープな印象を叶え、ブルーベースの方には取り入れづらいオレンジチークもより肌になじみやすくなります。AQ ブラッシュ07のシアーなオレンジを目の下あたりから先ほどのせたチークにかぶるようにのせます。シアーでほんのりツヤのあるオレンジはパーソナルカラー問わず血色感を高め、オレンジメイクをよりナチュラルになじませます。大人っぽい抜け感とフレッシュな印象、どちらも兼ね備えたオレンジメイクに仕上がりました。本日は
パーソナルカラー問わず真似できるオレンジメイクをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。フレッシュなオレンジに程よい抜け感とブラウンの深みが加わり、夏だけでなく秋もそのまま使えそうですよね。ぜひお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。